して、あれは、何、働いてるの、ここで。それを押したらどうなるの？何かが爆発する？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラグジュアリーのサロン夢見の館へようこそお越しくださいました。はい、それじゃあ今回は秋の街灯が灯るぐらいの時間帯の村、川の国村に行ってみたいと思います。まあ時期的にはちょうど今ぐらいの時期。心地よい目をご希望かしら。一眠り500ベリでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せください。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。はい、ということで川の国村に出発。川の国村に到着。おー、なんかいいね。人生で夢の世界へようこそ。あなたは今川の国という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都の川の国の世界をご堪能遊ばせ。まあ、なんか村の名前からして、まあ、多分水が関係あるのだろうなと。青い風車、いいね。そしてなんか周りにクローバーがいっぱいあって、あ、なるほど。何がなるほどやねんって感じかもしれんけど、カエルやカエル。どうも、見たことないこの子。コージ、あれ、あんまり見ない顔がいるぞ。まあゆっくりこの村を見ていけよ。楽しいぞ、くるり。くるり。これはもともとのかな、口癖。私が、お、畑があるよ、畑が。いいね、いいね。こういうのいいね。そして、キノコが。ここは農家かな？そして、家の前に、柿。そっか、柿とかこういうのは外に置けるんよね。ああいうカゴに入った状態で。はい、それじゃあ、一軒目の家。お邪魔します。和風な感じかな？ブロック塀や。お、やっぱり和風な家だね、めちゃくちゃ。でもなんか、結構良さげなテレビ良さげなテレビを持っていらっしゃる。なんかここに座ってご飯を食べながら、まあ、こうね、ニュース見たりとかするわけだ。いいやん、いいやん。これ何の曲？昭和聴きかよ。めっちゃいい。いいね、いいね。あ、しかもなんか、タンスはロボなんやけど。なんかこう、未来的なものと、なんか、昔ながらのものが合わさったような感じやね。すげえ、家の中に井戸がある。私、友達が、家のさ、中庭に、なんか何、何井戸があってさ、そこから井戸水を汲んで飲み寄るっていうのを、小学生の時に聞いた時に、すげえって思った。かっこいいみたいな。え？え？え？待って、え、すごいびっくりしたんやけど。え、どうした？え、どうした？え、なんか一回さ、和風やってさ、え、なんかあれ、ロボのタンスやん。最新のものもあるんや。最新のものどころじゃないやん、二回。え、何があった？めっちゃびっくりしたんやけど。そして、あれは、何？働いてるの？ここで。それを押したらどうなるの？何かが爆発する。え、怖い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 。え、ちょっとすごいびっくりしたんやけど。この平和な部屋からどうあれが想像できるよ。ちょいちょい今時のものはあったけど、あれはもう今時どころじゃ未来に行ってるね。はい、そして地下。え、地下も何か。え、なんか、あれじゃない？めっちゃ普通のさ、おじいちゃんおばあちゃんが住んでますみたいな雰囲気醸し出して、何か企んでるの？え、何か企んでるよね？何？なんなの？地下は海底だったよ。この潜水艦で一体どこへ行こうというの？何をしているの？
お。ね、この辺だって機械とかめっちゃあるもんね。え、これは何？この壁のやつ。これってもともとあるやつ？マイデザ？もともとあるか。なんか、ね、凹凸がちゃんとあるもんね。あんなモニターあるのか。なんか、謎が多い家だな。ほい、それじゃあ。お、この家の住人さん。そう、どこにおるかなってちょっと思ってんけど、ガマじいさん。海の底はどんな世界なのか。ちなみにこのガマじいさんはこの村に昔から住んでいるらしくって、川よりも海に関心があり憧れているそうです。そして長靴アートの穴や動くアートらへんでコソコソしている時があるのを目撃されている。お、長靴アートがどこらへんかに何か隠してるということか、もしや。え、ってことはちょもしかしたら何かしらあるかもしれないからスコップ持っていっとこう。ちょっとスコップ持っていっとこう。スコップ。てかさっきのさ、この子の家の前にある穴もちょっと気になっとったんよね。お、川の国村はあれかな、カエル住人が。埴輪だった。めっちゃ普通に埴輪だった。なるほどね。なんか何か怪しいことでもしているのだろうかと。何なんやろ、何しようんやろ。その長靴アートとかいろいろ気になるんだけど。長靴アート、動くアート。あ、ここで誰かピクニックをしているね。こっち側にあるんかな、アート。向こう側かな。そんなに遠くに行きそうな感じはせんねえけどなーっていう、まああのおじいちゃんだからっていう。それだけの理由なんやけど。あ、すごい、ちゃんとこれ見て、釣竿がすごいね、徹底しとるね。だってあれ前座で作ったところやろ。こっちの方にありそうじゃない、なんかあとないか。そのうち見つけたら、あ、ってことで、掘り返してみよう。掘り返すところかどうなんかもちょっと分かってないけど。はい、そして、じゃあこっち側に渡ってきたんだけれど、もう至るところに水って感じやね。はい、2軒目の家はなんだか、なんていうん、メカメカしい感じの家な気がするけど。お邪魔します。カフェ、川。え？めっちゃそのまんま。地下がってことかな？地下にある川。めっちゃ南国チックすげえ。え、なんか王様気分。イエーイ。あれを持ってこい、みたいな。いいね。あ、そして横には、ペットのワンちゃん。いいね、なんか。そして、なんかいろいろと飾り物が。はい、そしてちょっと先に2階の方に行ってみます。お、2階は、あ、びっくりした、キッチンかと思った。え、これあれなの、これで水を入れているということなの、水槽に。すごい、ちょっと新鮮な水が循環しているんだと思われる。いいね。ベッド。なんかふかふかしてそうじゃない、こういうベッド。普通の羽毛の方がいいんかな、どうなんかな。そしてお風呂。椅子。ここに座って体を洗うということかな。私お風呂ってさ、座ったまま体洗うんやけど、普通ってどうなんやろ。違うんかな、立って洗うんかな。そういうのね、わからんよね。人のお風呂とか見んけん。ほい、そして気になるカフェ川へ。カフェ川。なんかちょっと、水おー。この旨水桶で川を表現してるってことなんかな。そしてこれ何？え、これ何？めっちゃでかいんやけど。え、サメ？サメかな？
なんかちょっと素朴な顔してるね。かわいい。顔がなんかかわいい。あーかわいい。なに、熊の店員さんですか？めっちゃいい。あれやん、なんかツイッターとかでよく回ってくる、あの熊の店長みたいなおりやん。あんな感じ。あれかわいいよね。好きで結構読みよんやけど。熊の店長が出すパンダのケーキ、かわいい。そして後ろでさ、さっきからちょっと膨れまくりよるハリセンボンが超かわいいんやけど、あんな感じになるんよね、ハリセンボン買ったら。すごい穏やかな感じ。喫茶川、喫茶川、勝手に喫茶カフェ、カフェ川。そこね、そこあの川っていう日本語やのに喫茶じゃなくカフェなところちょっと好き。ほい、それじゃあ、お、いらっしゃるいらっしゃる、どうもエリカさん、よろしくね。どうもどうも。どうもどうも。ちなみにこのエリカさんは村長さんですね。村長さんで、何も分からずにこの村の村長さんになったらしいんだけど、なんだかんだ楽しく暮らしてると。まあ、楽しければ、あ、でもすげえ楽しそうやったよね、家の中。確かにエンジョイしてるわって感じで、魚釣りがすごく好きらしい。引っ越してきた当初、カエルさんたちからプレゼントされたアジサイのベッドがお気に入り。さっきのあのアジサイのベッドはカエルたちからプレゼントされたよね。かわいい。めっちゃ歓迎されとるやん。微笑ましいわ。ほい、そして、さっきなんか、ナイルちゃんおったね。ナイルちゃんがおったってことは、カエル住人だけではないということや。至るところにこのキノコとかが生えとる森の中感がすごい、かわいい。なんか森の中にひっそりある村みたいな。はい、そして3軒目。お邪魔します。お、ここは、ここは食べ物屋さん。お話はできるのかい？あ、こっちから行けるのか。びっくりした。みすずさん、お腹が空いたらうちに来いよ。みすずさんはね、まあ、川の国村でこの飲食店を営んでて、朝から昼間は1階で、夜は2階でお寿司、お寿司お寿司屋をしているらしいです。で、髪はね、夜のお寿司屋さんの時はきちんと整えてるらしいけど、まあ、昼間はこういうボッサボサな感じで。なぜ昼間はボサボサなんだ。昼間も整えてよ。あ、私の好きなオムライス、オムライス久々に食べたいな。最近全然食べてないから。村のオスカエルたちはピータンとよく遊んでるらしいです。いいね、住人と仲良し。私もみぞれちゃんと遊ぶわ。あ、ここはなんかすごいね、ちゃんとなんていうの、あ、椅子のところとこういう座敷のところで分かれてるのね。なるほどなるほど。結構ファミリーとかで行ったら、小さい子がおる間とかはね、お座敷の方に行ったりすることが多いかなっていう感じ。はい、それじゃあ2階へ。お、なるほど。もうお寿司屋さんの方はこう、なんていうん、少人数のお客さんを相手にする感じなんやね。めっちゃ高級そう。めっちゃ高級そうよ。多分これあれやろ、お客さん2人に、まあ店員さん1人みたいな。え、めっちゃかっこいいやん。じゃあもう本当に、あれやんね。決まった、常連のお客さんぐらいしか来ん感じ。そして、はい。左側。こっち調理室とかかな？お、違った。部屋だった。あ、なるほどね。まあね、自分の部屋も必要ね。ちょっと、起きたら起きっぱなしみたいな。そして、あ、ゲーム好きなんかな？なるほど。Wii U だ！無人島脱出ゲームが入っている。みんな大好き無人島脱出ゲーム。いいね。あ、もうここだけでこうやって過ごす感じなんやね。なんてこと。きっと儲けているであろうに、多分。こんな質素な暮らしを。もっといいところにお住み？ほ
い、そして。まあでもあれか、人を喜ばせるのは好きやけど、自分のことに関しては無頓着な感じなんかな。髪もボサボサやし。そういうことじゃないんかな。ほい、そして。4軒目の家めっちゃ近い。めっちゃ近い。あ、そしてなんかすごいカラフルやね。なんかこっち、おお、びっくりした。人がおった。なんかこっち側は、この家の右側の出っ張りがないけど、こっちは左側の出っ張りがないね。で、このデザインめっちゃ可愛いんやけど。え？こんなデザインあるん？何デザインこれ？超可愛い。葉っぱみたいな。花と葉っぱかな？はい、そして、どうも。どうも、キャンディーさん。レイニーの妹よ。お、レイニーの妹？レイニー？レイニーというのは動物の方だよね。人間にいなかったよね、レイニーって。はい、このキャンディーさんは、まあ、川の国村でお風呂屋さんを営んでるらしい。ってことはここお風呂屋さんなのね。すごいおしゃれ。え、めっちゃおしゃれ。中もおしゃれだった。すごい。なんか高級そうなんだけど入りづらい。あ、お気軽に入っていいのかしら、ここは。いいね、いいね。こう、お風呂上がりにコーヒー牛乳を飲みながら、あと向こうにウォーターサーバーもあるね。飲みながら、こうね、テレビを見てみんなでワイワイ談笑するみたいな。ちなみにこの1階の奥は、男湯らしいです。入ります。ここが男湯。これ子供用？水風呂かな、もしかしたら。すごい、山が。山が、そびえている。え、なに？雨漏りしてるの大丈夫？大丈夫？なんかこのさ、銭湯とかの壁画を描く職人さんが日本に今3人しかおらんっていう風に聞くんやけど、つい最近なんかそのうちの一人にめっちゃ美人な女の人が弟子入りしたっていうのがこの間ニュースになっとったよね。すごいなって思う。ね、かっこいい。でもそういう数少ない貴重な職種につけるっていうのはなんか素晴らしいね。はい、そして右側が、女湯。女湯らしいです。ん？あ、中身もなんか色違うんやね。え、すごいなんか、さっきまでのザ・銭湯みたいな感じがない。え、めっちゃ高級そうなんだけど。これが女湯か。なるほど。この差は一体。この差は一体。と思ったけど、ま、このお風呂屋さんを経営しているキャンディーさん曰く、男の人たちはお風呂場で走り回る。まあ、男の子とかかな。まあ、お風呂場で走り回るから、改装して広くしたらしいです。まあ、この世界やったらあれか、動物たちが入りに来るっていうことやけん、まあ、走り回ったりとかもあるんかな。やけん、男湯の方は、まあ、改装して広くしたらしいです。はい、そして、2階が、露天風呂。おー、いいね。落ち着く感じやね。まあ、ちょっと、まあ、お風呂入りまして、こっちお風呂かな？こっちお風呂かな？入りまして、私の判断ではこっちがお風呂。まあ、これ、かけ湯用のやつもあるということで。で、お風呂入って、で、ちょっと暑くなってきたなって思ったら水風呂に入って、で、その後、まあ、この辺ね。ふぅー、みたいな涼む感じ。いいね、いいね。こういうね、落ち着く感じの。いや、夏場とかいいよね、露天風呂は。と、ちなみにここのね、キャンディーさんは、実は元カエルらしい。だからか。実は元カエルで、女神様の計らいで人間になれた、ということらしいです。そして噂ではカエルのお姉さんがいるみたい。それが、さっき言ってた、レイニーの妹なの。レイニーがお姉さんということなのね。お、そしてここが、キャンディーさんのお部屋。あ、なんか、めっちゃ本が好きなんやね。あ、そしてこんなね、頭、枕元にこんなでかい時計があったらなんか確実に起きれそうな。あ、横にも時計あったわ。念には念を、みたいな。本がすごい大好きで、
あ、ここでね、なんかお裁縫やったりとかもするのか。女子力女子力の塊だな。いいね、いいね。はい、それじゃあ、あれ、結局長靴アートと動くアートが見当たらなかったの。どこにあるんだ長靴アート、動くアート。ちょ、気になるからちょ、気になるからやっぱ探すよね。ないのか。いや、ないなんてことはないなんてことはないはずなんだけれど、こっちの方かな。でもおじいちゃん、ガマじいさんあ、これ動くアート、あった動くアート。ん、しかし何もないのか。別にこの辺りで何かしらをしているところが目撃されているらしいけれど、お、長靴アート。この辺りに何かがないかなないのかな。くそ、ガマじいさんが何をやっているのか、その秘密が知れるかと思ったのに、知れなかったわ。でも川より海に興味があるんよね。この辺川じゃないの、もしや海の方にこの辺りできっとそのガマじいさんがね、何かしら怪しいことをしている、何をしているのかはちょっとわからなかったけれど、気になるね気になりますね。でも結構家から離れたところでゴソゴソしようんよね。そりゃ確実に怪しいわ確実に怪しいっすよ、それは。まだ家の近所とかならあれやけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんかいろいろとね、面白い。住んでる人たちが個性的で、いや、ガマじいさん気になるないや、家もね、家もすごかったもんね。何を企んでいるんだ